はいどうも皆さんこんにちは、ヨンソです。本日はまずは告知の方からさせていただきます。なんと OWSTV プレゼンツの初イベント開催が決定いたしました。イエーイ。はい、ということで2020年11月1日にウェブ講演会という形で楽読創業者の平井奈々江、そしてバクチャーの杉山浩太、そして電動詩人瀬川瑛太、まあ、この3人はですね、僕の YouTube チャンネルにもよく登場している方たちなんでね、皆さんもご存知ではないかなと思います。そしてタイトルがガイア135度の声が世界へ響く、サブタイトルがジパング文明の幕開けという壮大なタイトルになっております。この3人が集まって今このタイミングで11月1日の1時11分にスタートするね、何か新しいことが起きるんではないかということで、僕もねこのシナジーがどんな風に起こるかということでワクワクしております。それでも多くの方にこの3人の話をこのタイミングでぜひ聞いていただきたいと思います。そしてエータの巨大書き下ろしね、魂の書き下ろしですよね。本当に彼の書き下ろしっていうのはね、もう神が宿ってて媒体になって本当にすごいメッセージが降りてくるんですよね。そしてその巨大書き下ろしにロックバンドの大河魂の歌声を乗せるっていうことでね、まあ、とんでもない日になるんではないかなというふうにね、まあ、僕自身もワクワクしておりますんで、チケットの購入であったり詳細についてはですね、僕の概要欄に貼っておきますんで、そちらからチェックしてください。ということで本題に入りますけども、本日皆さんにお届けするお話はこちらです。ガイアの法則。はい、皆さんこのガイアの法則ご存知ですかね。この本が出版されたのが2010年の1月なんですけども、それから間もなくして友人の紹介でこの本を初めて見た時に、まあ、正直あんまり意味がわからなかったですね。まあ、今でも、まあ、この本の内容をですね、しっかり理解しているかというとそうではないんですね。まあ、それぐらいこの内容の本というのはすごく深くて、何かすごく意味のある僕は本ではないかなというふうに思ってますんで、全てを今日お伝えすることはできないんですけども、ちょっと要約して皆さんに分かりやすくこのガイアの法則というものをお伝えしたいと思います。でガイアの法則を話すときに、まあ、一つ基準となるのがこの地球ですよね。地球という生命体、これを人間と同じで一つの生命として考えてみると、人間と同じように、まあ、バイオリズムとかリズムとかそういったものがどうやらあるのではないか、まあ、この私たちが住む世界っていうのは、まあ、リズムとかサイクルっていうのがあるんですね。1日が24時間であったり、地球が、自転する時間であったり、で365日にかけて、まあ、太陽の周りを公転していくとか、サイクルとかリズムがあるっていうのは皆さんはなんとなく感じると思いますね。でこの本の始まりは何かというと、千賀和樹さんが2003年のもうイラク戦争が真っ只中のすごく情勢が逼迫してる時に、無性になぜかイラクに行きたくなったみたいなんですよ。でイラクに行きたくなってバグダッドに行って、そこで彼は人類最古の文明と言われてるシュメールのエリドゥ遺跡っていうところに立ち寄るんですよ。でその遺跡の中に入った時に急にトランス状態になって、そして目の前にシュメールの最高神官が現れて、シュメールの最高神官から宇宙の法則を教わるという神秘的な体験をしたそうなんです。まあ、これはフィクションなのかノンフィクションなのかわからないんですけども、そのシュメールの神官とのやり取りが非常に面白いお話なんですね。でこれ何かというと、世界各地で文明というのがどん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 繁栄していきますよね。本当に世界中でいろんな文明が繁栄しては衰退していってっていう、まあ、これを繰り返していると思うんですけども、これがなんと宇宙の法則に基づいていると、ある一定の法則に基づいて人類の繁栄っていうのが繰り返されているよと。でさっき言ったように人類最古の文明っていうのは今から約6400年前のシュメール文明っていうふうに言われてるんですけども、まあ、地球の文明の範囲には一定の法則があって、その法則は何かっていうと、1611年っていうのを一つの単位として文明の中心が移動してるっていうんですよ。わかりますか皆さん。西洋の文明の歴史は1611年を一つの単位として、その節目ごとに経度 22.5 度ずつ移動してるそうなんです。これスピンしてるっていう表現をしてるんですけど、ね、こうずっとずっとずれてってるみたいな、シュメールを0度にして、そこから 22.ずれてった西にね、ずれてったポイントで文明が繁栄していくと、新たな文明が開花するっていうお話なんですね。まあ、同様に東洋の歴史もシュメールを起点として 22.5 度、今度は東に
移動したポイントで新たな文明が開花していくと。今までの文明の繁栄とか衰退っていうのをですね、年表ごとに追っかけていくと、なんとそれがね、見事に当てはまるんですよ。まあ、1611年ごとに 22.5 度ずつ文明の中心が移動するっていうんですけども、この1611年のうちに、最初の800年っていうのが昼の時間っていうに言われて、文明の、まあ、発展期、まあ、活動が活発になる時期ですよね。ここからどんどんいろんな新しい文化とか文明っていうものが発展していきながら、世界にどん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 広がっていくと。で、残りの後半の800年っていうのは衰退期に入っていく。夜の時間っていうふうに言われてて、約800年をかけて徐々に徐々に衰退していくんですね。この800年を境に、西側の文明が800年繁栄して800年かけて衰退する、800年のこのポイントありますよね、真ん中。その時に東側に移るんですよ、今度。で、今度は東側で800年かけて新しい文明が開花して繁栄していくと。で、また800年かけて衰退して、この800年のポイントで今度は西側に移って、このように800年を境にして東西で人類の繁栄する、そのポイントが入れ替わるっていうお話なんですよ。これ面白いですよね。西側の文明の特徴というのは何かっていうと、物質の繁栄なんです。で、東側の文明の特徴というのは精神の繁栄、これが西と東の特徴なんですね。まあ、確かに欧米っていうのはどちらかというと、お金に代表する物質至上主義的な繁栄がありますよね。なんかテクノロジーであったり、今の特に我々が生きている世界なんて、まさに西側で作られた、西洋文明で作られた文化とかシステムをもとに我々は生活しますよね。で、西回りは、まあ、どちらかというとインドの仏教であったり、中国の道教、儒教、まあ、日本の神道とかね、まあ、精神性の繁栄がもたらされているっていうのは、まあ、なんとなく皆さんも感じると思います。で、このシュメールから西の移動はどうなったかというと、シュメールからローマで、さらに西側に移動してイギリス、アメリカというふうに、こんな風に移動してるんです。で、このアジアの歴史も同じように、まあ、東回りですよね。まあ、日本の前には中国が栄えて、もう唐の時代っていうのがあってね、それがすごく栄えてました。その前がインド、そしてインダスがあってシュメール、こんな風に1611年ごとに 22.5 度ずつ文明の中心点が移動してるというんですね。でもこれ、今我々の生きている世界で、イメージするとすごく分かりやすいと思うんですけども、まあ、現在の世界の権力者のほとんどがアングロサクソンの出身っていうふうに言われてるんですよね。このアングロサクソンって何かっていうと、もともとはドイツから生まれた人種だっていうふうに言われてるんですけど、それがどん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 ヨーロッパからね、どん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 西の方に行って、まあ、イギリスに、まあ、定住して、まあ、そこでいろんな文化が生まれてきた。この境目っていうのが1200年頃っていうふうに言われてるんですけども、まあ、1200年頃から今の我々の、まあ、人類の経済とか金融とか僕らの暮らしているシステムの基礎となった文化とか文明っていうのが誕生したのがその頃なんですよ。で、それが800年かけてどん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 進化していきながら、それがやがて世界の文化文明の中心として花開き、世界に大きな影響を与えていくと。皆さんね、イギリスを地図で見たら分かると思いますけども、すごくちっちゃな島国ですよね。でもあそこで生まれたものがほとんど世界の中心的な役割を果たしているんですよ。経済の部分でも、もうお金というシステムも含めですよ、会社という概念もそうですし、もうスポーツの世界でいうとサッカー、ラグビー、まあ、テニス、ゴルフにボクシングというふうに、まあ、世界中で愛されている、世界中でたくさんのファンを持つスポーツっていうのはほとんどがイギリス発祥なんですよ。まあ、その後にアメリカに渡って野球であったり、まあ、バスケットボールであったりね、まあ、そういった風にアングロサクソン文明の中で花開いた文化っていうものが世界的なものになっていってると。これも一つすごいなと思うのは言語ですよね。あの英語という言語がなんと世界共通言語になってるんですよ。それを考えた時にガイアの法則と言われているように、文明の発展ポイント、そこで生まれた文化文明というのが世界中に大きな影響を与えるっていうのは、まあ、あながち、まあ、ありえない話ではないかなっていうふうに感じてます。で、なんとですよ、このアングロサクソンの次に繁栄する国が東に 22.5 度移動した135度地点なんですよ。それがなんと皆さん
日本なんですよ。で、本の中で具体的に述べられているポイントっていうのが淡路島、ちょっと淡路島とか明石っていうのはあの辺がですね、ちょっと135度のど真ん中で、まあ、日本の標準時間っていうのも大体あの辺りに設定されてて、あの辺りっていうのは本当に日本の真中心なんですよ、うん、1200年頃から800年かけて、西側の文明がどん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 繁栄していきながら、今はもう衰退期に入ってる。皆さんもなんとなく感じますよね。もうすでにアメリカとかイギリスとか、なんかこう金融市場主義みたいなのがどん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 衰退してきて、より精神的なものを求め出してる。これってやっぱり陰陽のバランスと似てて、ある程度行き過ぎると揺り戻しで今度は反対の作用が起きていく。この世界は陰陽のバランスでできてるじゃないですか。やっぱ過ぎたるは及ばざるごとしとか、陰気余るは陽に転ずるっていう風で、このリズムとかサイクルというのがきちんとあって、物質があまりにも行き過ぎたちょうど800年を境に衰退してきて、それが今度は東側に移って、なんと1995年にそのポイントが日本に移ってるっていうことなんですよ。で、皆さん1995年って何が思い出されます？そうなんですよ、阪神淡路大震災ですね。まあ、それも本の中に書いてあるんですけども、まあ、でそういったことが作用して地殻変動みたいなのが起きて、大きなね、まあ、地震が起きたんではないかなというふうに言われております。地球も人間と生命と同じっていうふうに考えた自浄作用で、偏ったものを戻す、ある一定の周期で、まあ、人間と同じで繁栄と衰退っていうのを繰り返しているのかもしれませんよね。そして地球がこう自転してるのは皆さんご存知じゃないですか。この中には書いてあるのは、惑星とか天体にはこのスピンというのが2種類あって、一つは自転するスピンですよね。うん。まあ我々だと1日が24時間ということで自転しているスピンがあって、もう一つが旋回スピンっていうふうに言われている再三運動っていうのがあるそうなんですね。この再三運動は何かっていうと、まあなんか地球っていうのはこの、なんですか、軸っていうのがまっすぐではなく、ちょっと斜めに傾いているそうなんですね。まあイメージするとコマみたいなもんで、軸が真ん中にあってもちょっと傾いていきながら、真ん中の軸を中心にこうゆら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 回転しているのをイメージできますか。まああんな感じで地球も回ってるそうなんですよ。なんかこれが再三運動のサイクルが25,776年かかるそうなんですね。約26,000年かけてその再三運動っていうスピンが一周終えるそうなんですね。で、その26,000年っていうサイクルと、もう一つ重要な数字として聖なるリズムとして16分の1っていう数字が出てくるんですね。この16分の1っていう数字っていうのはすごくなんか大事な数字みたいで、25,776を16で割ると1611という数字が出てくるんですよ。さっき言ったように1611年ごとに文明の中心が 22.5 度ずつ移動しているという1611という数字ですよ。で、さらに1年は365日じゃないですか。それを16で割ると23という数字が出るんですよ。23という数字は人間のバイオリズム、23日かけて人間のバイオリズムというのはこう変化していくというふうに言われてるんですね。あと24時間を16で割ると90分という数字が出てくるんですね。これ90分というのは人間の睡眠のサイクルなんですよ。例えば大学の講義が90分あるのは、人間は90分以上経つと集中力が切れてしまうので、90分が一番人間のリズムにとってはこう集中しやすい。睡眠も90分かけて深い眠りについて、またこう浅い眠り深い眠りっていう風に、こんな風にね、睡眠のリズムが繰り返されてるっていう風に言われてるんです。あとですね、まあ、地球っていうのは360度の円じゃないですか。これを16で割ると 22.5 っていう数字が出てくるんで、 22.5 度ずつ移動してくるっていう 22.5 度っていう数字が導き出されるんですね。なのでこの16っていう数字を本の中では聖なるリズムという風に表現されてて、まあ、16ビートって音楽っていろんなところで実は使われてるんですよ。まあ、僕らは音楽から感じるものとかリズムっていうのはすごくあって、例えば原始的な生活してるね、民族の音楽であったり、そういったところっていうのは16ビートの音楽をもとに作られてるものがたくさんありますし、例えばインドネシアの民族音楽でガムランとかケチャっていうのは16ビートの音楽ですよね。あと皆さんがよく目にする天皇家の紋章あるじゃないですか、菊の紋章。あの菊の紋章の花びらも16枚なんですよね。不思議ですよね。だからこの16っていうのが、まあ、起点となって聖なるリズムっていうのをどうやら生み出しているというふうにこの本の中では語られてるんですね。だからこの数字っていうのは我々の人生においてもそうですし、まあ、宇宙の発展成長においても
まあ、一定のあるリズムによって全て動かされてるっていうのがこの本を見てたらすごくそれが感じられるんですよね。でなんと今その文明の中心っていうのは1995年に日本に移ってると、なんとなくもうそれを感じてる人っているように思うんですよ。だから135ドライン近くにどん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 移住してきて、淡路島に移住してる方たちもたくさんいますし、この僕も最近ですね、この135ドライン近い有馬温泉っていうところにね、まあ、最近はここで定住してここで暮らしている時間が長いんですけども、やっぱりねこの辺を見渡してみると日本のハイテク産業の会社とかっていうのは周りにたくさんあったりですね、まあ何かこう大事なものがねこう集約されてるんではないかなっていうふうにすごく感じます。まあ日本発信で新しい文化文明っていうものが開花していくんではないか、その中心になってるのが、まあ、精神性の部分でも確かに日本でね生まれ育って感じるのはやっぱり日本っていうのはなんか独特の文化というか文明があるように僕思うんですね。だから例えばね、まあ、日本人の道徳心とかっていうのは何か災害が起きた時にトラブルが起きた時に世界に称賛されるぐらい日本人の精神性って僕高いように思うんですよ。例えば仏教でいうとね、インドからどん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 中国に伝来して日本に渡ってくるじゃないですか。そうすると日本に渡ってくる仏教とか文化っていうのはですよ、日本人はそれを受け入れてそれをさらにいいものに変えて残していくっていう特徴があるように思うんですよ。中国も行ったし韓国も行ったし、まあ、北朝鮮もそうだしインドも行って仏教を見るんですけど、なんか日本の仏教が一番なんとなく仏教らしいというか、その仏教が誕生した時の思想とか精神性が宿ってる、それは神道も含めてそうですよね、うん、すごい歴史があるわけじゃないですか。脈々とその当時から受け継がれていきながらその伝統とか文化が根強くそこに残っている、うん、なんか時代が変わっても変わらないものがなんか日本にある、それ技術的なもの僕そうだと思うんですよね。例えばヨーロッパの産業革命によって渡ってきた技術っていうのが日本の中でアレンジされてよりいいものになっていきながら世界に発信されていく、まあ、日本っていうのはそういうなんか役割、島国で最後にいろんなものがたどり着いてそこに保存されていきながらそれが残っていく、それが日本人の DNA とか魂の中に刻まれていきながら今の時代それをようやくまた世界にお返しする、お戻しする、なんかそういう役割が僕は日本人にはあるんではないかなっていうふうに思っております。なんで今回ね、11月1日に135ドラインでそのイベントを開催するっていうのもなんか僕は非常に意味があるんではないかなっていうふうに思ってます。まあ、バクチャーっていうのもね、もしかしたらその一つかもわからないですし、なんか日本人の精神性とか道徳心とか文化っていうのがね、どんどん世の中に発信されていくことっていうのが、これからの世界をより良い世界にしていく上で、なんか物質とかお金に偏った世界をちょっと戻す、うん、これが必要ないとかっていうわけではなくてね、なんかそういう役割を果たしていくんではないかなっていうふうに思ってます。まあ、ひとまず11月1日にね、そういった話をみんなに届けたいと思いますんで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、僕のちょっと今のね話で伝わったかどうかわからないんですけど、何かね役立てばいいというふうに思ってますんで、ということで本日は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。